てますよ。ちゃこちゃん、ご飯だよ。はい、ご飯いいかね。でしたな。さあ、じゃあ、ちょっとお水取っていいですか。ごめんね、ちょっとお水取り替えようね。回りすぎてるよ。音？ぐらいかな。よいしょ。これ取れない。これ逆だ。逆？ここになんかついてるよ。これ両方同じのがついてるはず。うん。下に置くから気をつけて。じゃん、どうぞ。カリカリね。あ、大丈夫だよ、それ。はい、あれ？しょうくん来たね。しょうくん来たね。カリカーさんのカリカリ食べていいよ。カリカーさん。カリカちゃん。うん。しょうくん、なんで食べてよ。はい、ご飯だよ。じゃあカリカリまずね。いいとこでカリしてね。よいしょ。はい。ジャン君がチャコちゃんのケージの上に乗っていると、チャコちゃんは何何どういうことっていう感じですね。これはジャン君の女たらしの作戦でしょうか。またチャコちゃんはジャン君大好き少女になってしまうのでしょうか。なんかまだそこまで行かないっぽいです。子供すぎてわからないんでしょうか。でももうおおむねチャコちゃんの場合はどの子に対しても友好的だよね、うん、猫に関してはね。来た日ぐらいからもう猫は全然 OK です。まあ無邪気な子だね、うん。そして人間にはうーっとシャーを言っていきましたが、もうケージの目隠しを取った後はもうほとんど言わないね。そして指ってやると、はい、お水飲みたかったな、ごめんなさい。どうぞ。ちょっと触れるんだよね。そう、体もね、こういうところかな。はいはい、はい、ごめんなさい。そしてケオシオン君はこれから譲渡会行きますよ。そしてアンズちゃんは本当にそーっと行くとですね、ちょっと今身構えちゃったけど、はいはい、はいはい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫ですよ。はい、はいはいはい。嫌だったんだ。もうちょっと慣れていこうかね。
はい、じゃあしおんくんは全然大丈夫なので、ただね、ハンモックの上からね、洗濯ネットに入れるの大変だから、ちょっと降りといてくれるかな。あ、そういえば爪を切っとけばよかった。今日はいいか。里江さんとこ行く前はちゃんと切らないとね。しおんくん。